お疲れ様です。失礼いたします。ですね、今回もですね、ちょっとまた、ブーツを、引っ張り出してきました。ですね、これ2つとも同じものなんですけども、そうですね、購入先はですね、ビームス、そうですね、ビームス別注で出たモデルなんですけども、クロスエードですね、のレッドウィングの、エンジニアブーツなんですけども、一番最初に買ったのが右なんですけども、そうですね、右足結構使用感がありまして、右の、ですね、ビームさんの方のお店に行きまして、別注という形でサイズ表記も提示しまして、伝えまして、もうぴったり履こうと思いまして、で、本当にね、26.0か25.5かちょっと分からないですけど、もう本当にもうぴったり履こうと思って、頑張ってやってみようということで、右側が頑張ってたんですけども、で、ちょっとね、やっぱりね、ブーツでもあまりにも小さいなっていう感覚を持ちまして、本当はですね、ジャストサイズの方がいいんですけども、昔はよくそのジャストサイズよりも逆にもっと小さいサイズ、ワンサイズ落として、買って履いてはいってたんですけども、で、ちょっとやっぱりあまりにもちょっと洋服的にバランス的にもちょっとブーツがあまりにもちょっと小さい感じに思えましたので、で、左側サイドですね、左側の方サイドをまた買わせて、ちょっとサイズを大きくしまして、買わせていただきました。で、まあ使用期間なんですけども、そこまで使ってはおりません。若干右とか汚れてますが、もうほぼ放置ですね。で、もう置いておりました。何もメンテナンスも何にもブラッシングもかけてない状態で、まあ、ちょっと引っ張り出してきた時にちょっとブラッシングかけたんですけども、もう念入りにもうちょっとかけてあげるべきですね。で、出た当初は本当これ大好きで、で、このブラックのスウェードが出る前にですね、白が出たと思うんですけども、またそちらの方また紹介できたらいいなと思ってはおります。本当懐かしいですよね。で、この黒のブーツなんですけども、タグがこっちに両サイドにタグがついてるんですけども、懐かしいですね。こちらの方ついてるんですけども、こっちにもついてるんですけども、実はですね、こっちもハサミで切っちゃいました。もう別にその売るつもりとかそういうつもりもなかった、ありませんでしたので、もう本当にガンガン使ってあげようという気持ちで、もうタグ自体も右側取っちゃいましたね。というのもですね、実はですね、ちょっと折り曲がってるでしょ、右で、この折り曲がってるような感じでブーツインしてたんですよね。こんな形ですね。なので、このタグが見えてしまうと、ちょっとですね、邪魔なのかなと思いまして、切っちゃったんですよね、この部分。こっちはタグが、こっちはまあタグがあるんですけども、こうやって、わざと裏返して、ブーツインなりして、楽しんでおりましたので、そういう使い方で、よく楽しんでおりました。本当懐かしい思い出もあるんですけども、ちょっと値段の方忘れちゃったんですけども、そうですね、この後なんかそのコーンとかも出ましたし、あとはもうその、もうあとはもう覚えてないんですけども、本当ね、クロスエードがもうその時はもう出てくれてありがとうと思うぐらい、速攻で買いましたね。
そうですね。またですね、何かその、ブーツでも洋服でもそうですね、そういったものをご紹介していきたいと思っておりますので、そうですね、何卒気軽に見ていただけたら幸いなのと、そうですね、また応援の方をよろしくお願い申し上げます。そしたらこれで失礼いたします。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。